こんにちは。挨拶もできないのかお前は。こんにちは。はい、ということで現在、日本は7月26日でございます。はい、はい、明日ね、はい、撮ってるね、ヴィッセル神戸があるわけでございますよ。なんで前日に国立来てるんだいっていう話なんですけど、今日ちょっとね、公開練習があるらしいんですよ。なんとよ。はい、招待されました。おお、熱いね。ちょっとぜひ生で見ていこうということで、なんかね、動画も撮っていいらしいんだよね。そう、ちょっと見てください、あそこ。まず待ってる、あれ何、あれ、あれホープ券。ガチでうまい。ホープ券好きなんです。ホープ券好きって、僕あれあれだからね、高校の近くだから。おお、あの高校の友達と部活終わりにホープ券行こうよみたいな。でもお前友達いないじゃん。誘われただけです。行かなかった。いやー、今年も来るね、いろいろね。いや、そうですね、もうすでに、うん、なんだ、ブライトン、ブライトン、ソシエダ、ソシエダ、2回目のソシエダ、ドルトムントとかそこら辺か。だってランスなんて4試合らしいよ。 4?4 もやんの。4もやる。えー、ちょっとびっくりよな、4試合やるなんてな。なんかどっかと引き分けしてたよね。ああ、そう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 、やべ、29分だ、ちょっと急ごう。はい、一旦切ります。ということで、なんと今回ピッチの中まで、いや中か、これ、いやもうピッチの中ではないな、グラウンドまでね、下のね、相当近いぜ。相当近いでございます。ゴールあれでしょ、だってゴールあれだし、あのトレーニング場所あんじゃん。そう、あれめちゃくちゃ近いよ、これ。めちゃくちゃ近いよ。ボール飛んでくるでしょ。いや、確かに。ちょっとどこが一番映えるか、ちょっといろいろうろうろしましょうや、これは。そうですね。すげえ、こんな風になってるんですね。看板の裏とか。ね。こんだけいっぱい看板置いてあってさ、うん、こんだけいっぱい線あるのにさ、うん、うちの配信部屋より綺麗よな。なんでですか、マジジャングルよ、今。配信部屋どれだけ綺麗にしてもジャングルになっちゃうんですよね。そうよ。あ、ちょっとお二人に、さあ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 、今回、え、特別アンバサダーですか。いや違う、おかしいでしょ。アンバサダービッチみたいになっちゃう。そんなとこやります。いやいやいや、もうちょっとなってる。じゃあじゃあ、ポロンです。はい、お願いします。マロンさん、ポンさんでございます。お願いします。撮ったやめ知ってます、お二人とも。もちろん。いやいやいや、バカにしてるよ。人は一緒にしないで。あ、そうだ。じゃあ、撮ったやめの今のキャプテン誰ですか。いや、それはもうマジさん。おお、これ大丈夫です、カットしてください。やばい、うまくいったシーンはダメだ。マニソンじゃないでしょ。違う、いや、ソンでしょ。あ、ソニー、ソニーな。なあ、はい、お前もかよ。おお、伊藤ちゃんもプレミアム。だからカットですよ。いやいや、もし言ったのは、ソン君以外で、はい、あの、特にこういう選手、注目だというのがあれば。え、ガチなとこ行っていいですか。もちろん、ガチなとこ。ガチ教えてください。え、もうアーチー・グレイ選手ですね。はいはい。今季来た人です。普通にずっと楽しみにした選手なんで、目の前で見れるのも一番、まあ、見たいかなって感じですね。でも本当アーチーグレイに注目ということで、うん、何これ。いや、アーチーチーアーチーグレイ。グレイ間違えました。ちょっとエリーの方苦笑いというずっとやめ。伊藤ちゃん注目は。伊藤ちゃん、うわ、僕はもうほらそんななんで終わりですよ。よっ、おかしいです。ちゃんとやれよ、お前。ちょっと本当に怖い。そうスコディが赤くらい強い蹴りやつ。いやいやいや、優しめでした。公開練習でこんな持ち、最初からちゃんとあるって結構珍しい。いや、そうなんですよ。今までなかったです。今まで見たあの海外チームの公開練習の中で一番多分温度感高いんじゃないかって。確かに、そんな気がする。気合入ってんのか。じゃあ、熱気も含めて一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうあっちを映しちゃって、あっちを。もうさあ、俺のカメラで。カメラ、確かに。おいで、手ぶれが。難しい。いっぱいいる。いっぱいいる。お、走り出しました。おお。いや。
ったわけじゃないんじゃない、もともとでかいんじゃない、もともとでかいか、めちゃくちゃ興奮するね、アリソンの声が目の前にいるの、ほんとだ、マリソンとフォン。ね、すごいよね、毎回やってんのかなっていう。どうすか、足元上手い人とかいた？あーでもね、クルゼフスキーあたりはなんかしなやかに感じますね。デキポロコンビとか良くない？結構しなやかよね。そう、結構引っ掛けんだ。おい。あんまあれだけど。まあ、俺手がにも引っ掛けたじゃん。あれは痛恨の引っ掛け。世界線変わったから。こんなパス回ったら楽しそうだな、この練習。守ってくれたよ。いい声してるね。どうですか。いやこれはね、ナシムの苦労するだろうな、これ入ったら。そういうどうですかじゃね。あ違う。感想です。違う違う。あのね、さっきからさ、まあ、外れたボールがあっち行くじゃん。うん、いやもう俺これやったらガンダム取りに行くよ。ちょっとピクってそうなっちゃうもんね。そうだね、動いてたもんね。ちょっと熱くはなってきてます。熱くはなってきてます。お腹も空いてきております。結構今ね、スパーツ7割ホープ券3割ぐらいで今ね。結構支配されてんな。
い、ということで、公開練習1時間たっぷり堪能させていただきました、はい、いやどうだった。いやね、まずね、うまかった人を挙げると、うん、はい、クルゼフスキーでき、すごかった ね、 いやね、なんか、うん、ソン・フンミンと並ぶぐらいこの、うん、シュート決めてくれそうか、わかる、あこいつ絶対入るなっていう、うんうんうん、いやうめえわマジで。あの2人も両足で決めてたもんな、うん、バカスカバカスカやってたんで、うん、ほらね、ビッグアリオですよ、うん、あ目の前でねセーブしまくったんだけど、ね、あのね、飛んでくるじゃないですか、はい、ボールが、はいはい、でこっち飛んでくる時って、うん、誰かしら触ったとかさ、うん、まあ、ポストとか当たったっていうこの一回和らいだボールじゃ、うん、バチクソ痛いのよそれでもバチクソ痛いのよ、それをもうバン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 止めてて、いや普通にうわ痛そうみたいな、そう、そっちの方が強いね、大丈夫みたいな、そう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 、パーソナルの部分で言ったら、うん、あのベリーバルですよ、うん、ベリーバルですよ、はい、あそこでね、まあ、右振りやってるんだけど、うん、あそこでベリーバルって、うん、行く時に髪をねパッサッってやってから来たの、人気なの知ってんだと別にいいだろ、はい、私来ましたよのあの感じちょっとビリオリ注目ですね。いやこれはね、オーラがありましたね、オーラあった、はいはいはい、オーラということで、いよいよ明日、はい、本番でございますので、ちょっと楽しみね。まあこれ練習見る限り結構ね、うん、スパン仕上がってたんじゃないかな。いや、あるよ、だいぶあるんでね、それがどうなるかって感じでございますけれども、はい、とりあえず一旦、公開練習でございました。それでは明日へ、はっ。どうも、はい、7月27日ですね、ヴィッセル神戸 VS ホットタイムホットスパ試合日でございます。だから毎度毎度俺らの画角ここから始まるよな。第2の事務所っす。第2の事務所はマジであの喫煙所絶対あそこいるから俺ら、わかるかな、ちょっとね、うん、もうこの見た感じ、うん、あのシティ来日を彷彿させる人の入り具合じゃない？いやそう、あのね、うん、ここに来るまでの電車、うんうんうん、もう韓国語しか聞こえないぐらいで、うそ、韓国の民がマジでめちゃくちゃいてね、俺それも相まってっていうのもあるんですね、なんていう。5時半ぐらい5時半ですねでございますけれども、はい、まあ、ちょっとプラリプラプラしながら、うん、席向かっていきましょうか。すごい人でございます。いやね、これとんでもないよ。あんなんかめっちゃ並んでんだよね。あれ何なんだろう、グッズじゃない、なんかオフィシャルグッズのなんかあれがめちゃくちゃ並んでた。ちょっとね、今ガーッとなんかあっちのなんかメインのさ、はいはい、あっちちょっと歩いていきましょうよ。やっぱいいっすか。あ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。昨シーズンリアルタイムで全試合見てました。オッケー、えらいどうすか今回来日。いやめっちゃ楽しみにしてたんで。番号は、あ、いいね、ソン・フンミンね。自分がそのスパーズ、うん、好きになったきっかけがソン・フンミンだったんで、うんうん、みんな一番好きなので素晴らしいですね。じゃあ今日期待する選手も、はい、自分が今一番みたいな、もちろんソン・フンミンもですけど、うん、やっぱ新しく帰ってきたベリバル、これよ、ベリバ ル, バル ね、 ね、昨日見にましたけどイケメンでしたよ。超かっこいい、超かっこいい。ちょっとベリバルの活躍も、はい、ちょっと期待したいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとね、もうギリギリになりました、着くのが。はい、ちょっともうたくさんの方とね、ちょっといろいろお会いしてたらこの時間になってしまいましたけれども、キックオフしております、はい、すごいね、このちゃんとすごくない、聞こえてるから、入ってるから、すげえのよね、なんか来日史上最も出てるんじゃない、間違いない、多分っていう風に、評していたのはこの男、ここらでございます。よろしくお願いします。すいません、ちょっと松木の説明がぐだぐだって、いやいや不評の声も、いや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 、もうあなただから、はい、もうやっぱ、はい、もうコカランさんだからできること、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと神戸のね、応援もちょっと、はい、今日は先導が多分ない形なんで、より確かに、そういうことか、すごいですね、スパーズ、これは J リーグスペシャリスト、いやいやいや、神戸も結構ね、ガチガチなファイトメンバーで来てるんで、ね、ちょっと伊藤さん、ちょ改めてプレミアじゃない、スパーズのイレブン、ちょっと紹介してあげてください。スパーズのイレブンは、はい、こんな感じです。はい、表で今出てますけども、結構ガチよね。いや、そう、だいぶもう、あら、フリー、あー、あー、武藤か今、武藤か今、でも嬉しいね、こういうガチ面を出してくれるのね。いやそうね、あっ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 、いやヴィッセル神戸いいぞ、ヴィッセル神戸、うわ、いいか、試合おもろいね、いや、面白い、だからこれ、
パンツ大丈夫？失点しそうな匂いがなんか。いや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 。おお。あら。あらあら。大阪が。大阪が。ファーストゴール。こぼれ球が。そうね。今だ完全にエラーでしたね。クリアミスが流れてきたね。おおおうまい。どうですか？スパーズですか？感想は？いやね、めちゃくちゃね、おもろい。シンプルにあのね、こうやってスパーズとかヴィッセルが躍動してる姿ってのを見られると、うん、本当に嬉しいですよね、うん、どこ映すんだよ。ちょっとあの今スパーズのちゃんとあったと思うんですけど、はい、そこで思わず足でリズムを刻んでる両部見てしまいました。嘘。ちょっと待って、それ事実ですか？それ事実、嘘でしょ。それどんな感じでやってたっすか？いやいや、ほらほら、そんなのなかったわ。これは許せないな、本当に。捏造の小原、マジでマジで。そんな決めました、そんな決めました。なんと会場にはですね、僕とポンさんしか今いません。何をしているんだ奴らは。はい、お前ら雑魚。一番見なきゃいけない。ソン・フンミン決めました。どんな、もうあの昨日練習で見たグランダーパスを合わせるみたいな。まあ、でも練習見たんで。いや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 、それでよしにはなんねえだろ。本当はじゃあ来なくて、確かに。じゃあ来なくて。あやてんさんたちと写真を撮ってたら。談笑してる。談笑してる間に。なに、お前ら楽しいことやってる間に。やばい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 。やらかした男。パート2。と、こいつら。総じてその他その他朝同点の気分なんだけど、スパーズ勝ってんだよな。ソンが決めたらしい。そう、ソンが決めたらしい。不確かなんだよね。俺らは信じて。もう一回見せろの。もう一回見せろ。おお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 リバル。なんか周りが若手になってからすげえ自由だったりするでしょ。あーあーあ、ムーア君だ。お、マイティームーア君じゃない？なんかゴールが全部スパーズらしいね。ね、やっぱ日頃鍛錬積んでんだろうなっていう。そう、再現性高いわ、攻撃が。伝わってきますわ。3対2はいい試合ですね。なんか国立のプレシーズンおもろい気がするね。いや、いつも盛り上がってる気がするんだよ。国立がそうさせてしまうの。国立にはいるのか。いますね。お、いやー、たくさん得点入れた。いやー、いい試合だったね。メリバルが寝っ転がって、もう非常に疲れてそうですね。めちゃくちゃ走ったのね。洗練されてて、うん、攻撃が。でスパーザやっぱね、練習からこう通して見たから、うん、感動があるね、うん、ほんとちゃんと練習でひたすらやってたの。そうそうそう、グラウンダークラスのあの流れをほんとしこたまやってたから、どれだけこう落とし込むんだと、システムとして。ちょっとある種狂気なレベル ね、得点までのプロセスが、うん、そうそう、伝わってきていいよね。あとやっぱソンのゴールよ。ソンのゴールよ。今ね、魔王ザワッチが発表されました。ソン・フンミン。いや、見てない。でも100%。事前練習、公開練習と合わせ2日間でしたけど、うん、いやまあ、てか俺の表情がむずいんだ。いやでもそんな言うほど気にしてねってみんな。よかったです。じゃあ次はだから入荷するんですよ。そうか。そう。先に
浦和、浦和埼玉スタジアム、僕初のサイスター。おお。そして、まあ、国立ではプレチャンシェキ、シェキ概要欄にね、はい、チケットのリンク貼っておきますので、ぜひぜひ僕らと一緒に見たいぜっていう方いたらですね、一緒に見ましょう。普段より3000円ぐらい安いんで、はい、ぜひぜひ皆様こちらよろしくお願いします。お願いします。よかったね、いやースマートライジングと、ね、最後なんかスマート買ってくれてよかった、うん、そうだね、それが一番嬉しかったです、はい、ということで、以上こちらが我々の 2days でございました。よければチャンネル登録を、概要欄、それでは次回でございましょう。バーイ。 バーイ。